イヤーマシン続出。この段階こそ君はどう駆け抜ける。中心にそびえ立つ巨大なループ、パワーとスピードで突破しよう。頼んだぜ、俺のゴーレムタイガー。パーツ大人買いでマシンを作ったという社会人の挑戦者、リッチな走りに打ち勝つことはできるのか。注目のカズマくんは青レーンだ。みんなスタンバイしているな、出遅れるなよ。最高の走りを期待してるぜ。レガシー、ゴー。勢いよく飛び出した。カスタマイズが良かった。何が起こるかわからないのがポケサーだ。嵐の前の静けさなのか。このまま勝ち、足元を救われるなよ。調子いいな。早いな。みんなのカスタマイズが光っている。みんなのカスタマイズじゃないぞ。おかしいな。ポケサーなら警告状も大パーッと飛び出すのだ。これが執念のマシンだ。なんとカズマ君のマシン注意感なく、おっとついにカズマ君がトップへ。先頭を走る。レースの後半戦に突入。なかなかやるな。もっと走れ。何が起こるかわからないのがポケサーだ。悪くねえな。そのまま行けよ。嵐の前の静けさなのか。なかなかやるな。惜しいな。足元を救われるなよ。ポケサーなら警告状も大歓迎だぜ。なかなかやるな。順調やな。いよいよファイナルラップだ。このまま勝つ。そのまま行けよ。クリスロストルで駆け抜けろ。カズマ君のマシン豪快な走りで一回転だ。トップでゴール。おめでとう。カズマ君が大会の優勝者です。ふん、俺の勝ちだ。一瞬の水が命取りにつながるぞ。気の抜けない戦いになりそうだ。マシンが斜めに走るのがウォールゾーンだ。巨大な壁を華麗に突破だ。頼んだぜ、俺のゴーレムタイガー。カズマ君のライバルは大会の常連者だ。金星なるか。注目のカズマ君は黄色レーンだ。みんなスタンバイしているな。出遅れるなよ。熱いレースの始まりだ。レースに勢いよく飛び出した。勝てると止められねえ。嵐の前の静けさなのか。最強最強。足元を救われるなよ。いけいけ。早いな。みんなのカスタマイズが光っている。突っ飛ばないように要注意だ。カスタマイズが良かった。ポケサーなら警告状も大歓迎だぜ。何が起こるかわからないのがポケサーだ。早いな。嵐の前の静けさなのか。頑張れ。足元を救われるなよ。先頭を走る。みんなのカスタマイズが光っている。ポケサーなら警告状も大歓迎だぜ。いけるぞ。負けないで。何が起こるかわからないのがポケサーだ。まだまだ。減速に注意しよう。早いな。レースも後半戦に突入。最強最強。嵐の前の静けさなのか。なかなかやるな。素早く体勢を立て直そう。足元を救われるなよ。このまま勝つ。
オケサラなら下克上も大歓迎だぜ。風が速い、さすがカムロと最速の男だ。耐えるや、飛び出しそうだ。なんということだ。こんなはず、何が起こるかわからないのがポケサラだ。最長最長、吹っ飛ばないように要注意だ。止められねえぞ。足元を救われるなよ。このまま勝つ。バランスが大事だぞ。いよいよファイナルアップだ。早いな。オケサーなら下克上も堂々の1位。俺の勝ちだ。カズマくんが大会の優勝者。ふん、俺の勝ちだ。コースは勢いだけじゃ越えられないぞ。しっかりカスタマイズして挑もう。中心にそびえ立つ巨大なループ、パワーとスピードで突破しよう。頼んだぜ、俺のゴーレムタイガー。さっきそこのパーツショップで買ってマシンを組み立てたばかりという挑戦者、初々しい走りに期待だ。注目のカズマくんは赤レーンだ。みんなスタンバイしているな。手遅れるなよ。最高の走りを期待してるぜ。少し手遅れたか。みんなのカスタマイズが光っている。このままではコースアウトしてしまう。カズマ君、ぐっと耐え抜き、レース復帰だ。いい調子よ。ついにカズマ君がトップ。後半戦に突入。走って走って、これからよ。ポケサーなら下克上も大歓迎。なんとカズマ君のマシン首位陥落。いよいよファイナルラップだ。吹っ飛ばないように要注意だ。カズマ君は2位、完走おめでとう。勝者はご覧の通りだ。くっそ、なんということだ。豪快な走り、フルスロットルだ。キャッコッコ、このままではコースアウトしてしまう。カズマ君、あーっと踏ん張れるか。これがカズマ君の気合いだ。順位でゴール。熱い走りをありがとう。本大会の優勝者はカッ、ふん、俺の勝ちだ。
ギモを抜く見た目のこのコース、激しいレースになるのは間違いなさ。マシンが斜めに走るのがウォールゾーンだ。巨大頼んだぜ、俺のゴーレムタイガー。カズマ君のライバルはポケサー歴約20年のベテランだ。これは手ごわそうだぞ。注目のカズマ君は青レーンだ。みんなスタンバイしているな。出遅れるなよ、みんな位置につけ。メトルは完璧。ゴー！少し出遅れたか。このままではコースタートしてしまう。すごい挙動だね。戻れ。なかなかいいじゃん。足元を救われるなよ。カズマ君の気合がマシンへ伝わっているようだ。ギリギリのところで耐え抜いた。完走できそう。走れ走れ。嵐の前の静けさなのか。腹抜くぜ。調子が来たな。体勢が崩れている。大丈夫なのか。飛び出るかと思われたが、気合でコースに舞い戻る。どんな回復してんだ。ポケサーならなかなかいいじゃん。も大歓迎だぜ。カズマ君抜き去られてしまった。腹抜くぜ。おっとカズマ君のマシンが抜かれ、おっとカズマ君抜いた。あっとカズマ君、おっと華麗に追い抜いたのはカズマ君のマシン。カズマ君のマシンが追い上げを見せる。レースも後半戦に突入。完走できそう。私勝てる。何が起こるかわからないのがポケサーだ。なんか調子早いな。ついにカズマ君のトップ。踏ん張れるか。帰ろう。やってしまった。ドギモを抜く見た目のカラマス。頼んだぜ、俺のゴーレム。スロット。注目のカズマ君は青レーンだ。みんなスタンバイしているな。出遅れるなよ。みんな位置につけ。やるか。今度は完璧。行け。みんな頑張れ。帰ろう。ものすごい粘りを見せた。先行くぜ。まだまだ足元を救われるなよ。華麗に追うのはカズマ君のマシン。調子が来たな。ついにカズマ君がトップ。やられてるな。嵐の前の静けさなのか。調子が来たな。そのまま行けよ。みんなのカスタマイズが光っている。なかなかいいや。カズマ君のマシン、やったー。カズマ君トップの座を明け渡してしまった。さあ首位に躍り出たのはカズマ。おっとカズマ君のマシン首位。おっとついにカズマ君がトップ。レースの後半戦に突入。足元を救われるなよ。いい調子だ。もっと頑張れよ。何が起こるかわからないのがポケサーだ。先頭を走る。もっと頑張れよ。いいカスタマイズだ。ポケサーなら下克上も大歓迎だぜ。調子いいな。カスタマイズが良かった。嵐の前の静けさなのか。もっと頑張れよ。そのまま行けよ。みんなのカスタマイズが光っている。いよいよファイナルラップだ。カズマ君のマシン豪快トップでゴール。なかなかいいぞ。本大会の優勝者は、ふん、俺の勝ちだ。ありがとうございました。はい、はあ、
待ってるぜ。斜めに頼んだぜ、俺のゴーレム隊が。この時を待っていたよ、カズマ君。これが僕の集大成だ。全力で行くぜ。注目のカズマ君は青レーンだ。対するはお久しぶりポケサーファイターだ。
勝っても負けても恨みっこなしだぜ。レディーゴー。スタート。僕の走りについてこられるかな。このまま勝つぜ。少し油断していたな。でもここからが本番だよ、カズマ君。悪くねえな。そろそろ反撃といこうかな。悪くねえな。やるね、カズマ君。楽しく待ってきたよ。悪くねえ。さすがだね。完敗だ。おめでとう。しまっ、やっぱりカズマ君はさすがだ。ふん、俺の勝ちだ。レースをいつも見せてくれる僕のお気に入りのコースだ。今日はどんな奇跡が起こるのか。中心にそびえ立つ巨大なループ。頼んだぜ、俺のゴーレムタイガー。17年の時を超えて再び激突するカズマ君とタクマ君。絶対に負けられない戦いが始まるぞ。注目のカズマ君は青レーンだ。対するはタクマくんだ。カウントダウンが始まるぞ。レディー、完璧なゴー。スタート。少し出遅れたか。このまま妹は救われるなよ。おっと、ついにカズマくんがトップ。本番は何が起こるかわからないのがポケサーだ。止められねえぞ。嵐の前の静けさなのか。ここでループゾーンだ。カズマ君のマシン、豪快な走りで一回転だ。ブーストだ。あっと、ライバルマシンもブーストだ。一気にレースが加熱する。本番はミニジャンプゾーンだ。いい調子だ。楽しくなってきた。みんなのカスタマイズが光っている。なかなかやるな。ポケサーなら警告状も大歓迎だぜ。いよいよファイナルラップだ。本番はここからだ。言われるなよ。注意でゴール。熱い走りを。激しい一騎打ち。ふん、俺の勝ちだ。Thank you.
おい、これ骨折れてんじゃねえかな。ごめんなさい。てめえどこに目つけて歩いてんだ。こりゃ治療費がかかっちまうな。しかもその間こいつ仕事できねえんじゃねえか。おい、どうするつもりだよ。許してください。お願いします。おい、謝って済むことじゃねえよな。はい。はい。ちょっと待て。いやいや、まあ、何頼む？キリちゃんはこないな店よーくるか？いや。ほんなら今日はラッキーやったな。こないに可愛い女の子と酒が飲めるなんてそうそうないやろうからな。うちに惚れたらあかんで。ええノリ。あ？俺か？アホ。客としてやない。オーナーやったんや。なんだと？一時組を破門されて。肩銀なってた頃があっての、我ながら辛い過去やったわ。そうだな。
おお、せや。なんや、ゲルちゃん、妙なしのぎしとったの。確か、不動だ。それのどこが辛い過去なんや。そんなん何の自慢にもならへんで。そもそも、他人、それより自分の手ででっかいビル建てる方が俺は興味あるの。おれ、キリュウちゃんの方からも話題振れんけ。こないな時は。そうだな。私めっなあ、そういうのどうでもええねん。ああ、そんなん決まってるやろが。男女が一緒におってやることと言ったら一つ。どうだ。せやな。おいおい。ほんまや。キリュウちゃん、ツッコミするの。もちろん延長するやろ。そうだな。さすがや。アホ、おもろいことあるか。だいつもこいつも面倒なか。それに比べてゴロミったら完璧すぎ。こんなキャバ嬢が。そうだな。そもそも女を使おうて儲けようっちゅうのが性に合わんし、かたっけど、いろんなトラブルを一緒にしまいには店のみんなとお別れするのが辛くなってしもうた。なるほど。キルちゃんも一度やってみたらどうや。キャバクラの経営、きっと客ん時とはちゃう目線。ほんまか。まさかキルちゃんが乗ってくるとは。いろいろリア。キリュウちゃんは女おらんのか。おいおい、せっかくシャバに出てきたんや。しゃあないの。孤独なキリュウちゃんのためにゴロミちゃんが一肌脱いだろやないか。そうだな。ほんまか。急にどないさんや。やだ、ゴロミ、ドキドキしてる。そろそろ時間か。最高な気分や。ちょっと待て。なんやと。あおか。
だな、キルちゃん。あまあまや。